あの予選で1回ピット使った以外全部カメラしい。アスタマね、前回のスワマートではなんか大会の1回だけピット使ったんですよ。今回はゴーグルメのところ最後に行きました。これカムイがどんな感じだと思うのか、そしてゴンビさんのカムイの刺激をどう進めるのか注目しましょう。さあこちらは手間からお互いに激しく動いて動きでもなく何立ち回っている。おっと長い、お互いいきなりこれでもかと、これが このマイクをもうちょっとだけ近く。はい、マイク申し訳ございました。はい、これで大丈夫なんです。はい、ただまだルカリオ 100% 近く差はあるが、波動も考えれば完全に不利とは言えません。ただまだ立ち回り的にこれは神が押している。このままバストは、いや、これはスイートスポットではなかった。まだバストはできない。ただ150です。150、ほぼ上限に近い。これは大きな大きな一発を当てれば、ここからでもバストは夢ではないが、上まだしない、まだしない、まだしない、これは死ぬ、これは死ぬ、さすがに死ぬ。さあ、かなりいいペースで相手を落としたカムイ。ルカリオは粘られると嫌なので、1ストック目のように2ストックもバーンと落としてしまいたいところだが、ここはしっかり戻る。硬い立ち回り、うまい投げてダメージ、この投げダメージ大きいですね。この下投げですか。ここはお互い技をかわし合っていいと思いきや、ルカリオが上を当てる。だが追撃はいきません。口攻撃をどんどん当てる。いいダメージ源だ。1ストックね、有利ですから、多少食らっても大丈夫でしょう。どんどんダメージを当てていく。ほぼ並んだ、ほぼ並んだ。空へ、確かにダメージが大きい。空中後ろ、空中攻撃を華麗に使いこなし、ダメージを与えている。ここで今スマッシュ、終始カムイのペースといったところが、ここでおっと波動の力も借りて発見で殺す。さあルカリオ 110%、 もちろんカムイが有利なんですが、まだまだ全然わからないのがこのルカリオ怖いところ。いやだがこのままいくが、いや、まだいかない、まだいかない、まだいかない。140だぞ。これは相当な威力、ラレル 22%。 さあとはいえですね、まだよっぽどに刺激を食らわない限りバストはしないはずなので、このままなんとかルカリオを潰してしまいたいところだが、逆にルカリオはもう少し与えた後にでかい刺激を与えて大逆転を狙いたい。さあお互いの思いが交錯する。これはハウス、そしてここはそのまま回避を使っているが、細かいダメージ、あった、ぶっ刺した。一瞬の隙をついて横 B 先端がヒット。これはうまい刺激でした。リプレイお願いします。1戦目は、アースカメイ、アースカメイが、アースカムイが一勝もぎ取りました。はい、2戦目そのままあの呼吸を整えながら行ってくださいね。ステージはごま麦茶さんが、ごま麦茶さんが選べますよ。どうぞ。あーマイク、マイク、ちょっと座っ立った方がいいのかな。はいはい、はいはい、2戦、はい、マイクの調子悪くてすみません。続けます。はい、2戦目です。今度は終点になりましたね。ルカリオ側は終点の方が立ち回りやすいと考えたのでしょう。さあしかし横スマでこれダメージも、ダメージもというか非常に攻撃の手を緩めない。 70% も溜まっている。先ほどもカムイがサクサクのダメージ与えていきましたが、この終点でもダメージソースは、おっと言っている間にルカリオが追いついていくか。お互い殴り合いだ。様子見がいらないとばかりに2戦目もガンガンお互い攻め合っている。さあ 100% 近くなって、これそれこそ、そうこういったものとか、あの先端とかそういったものが当たればバーストに近くなるが、逆にルカリオもまだ、これは先端、さっきの先端がうまくヒット。ルカリオに反撃の隙を与えないままに1速落とした。まだこのアスカムイのペースが続いている。
しかしこのルゴマンミグチャさんのルカリオも私も、何度も対戦見てきましたが、不利な状況からの逆転も何度も見ています。一足の差がありますが、波動の力と腕前でなんとか逆転まで持っていってほしい。これはかわして波動弾を貯めて、ああマイクマイク、ああちょっとマイクが悪いのでちょっと話を続けますが、ああはい戻りました。はい、さあああおっと口の、これはヒットした、ストレートでアースカムイの勝利です。リプレイお願いします。